スタートしましまたースタートを切ったのは8番マリノトートニトレルスです、まず前に出ます、そして外から10番のクラスペリア、並んでいきます、ジョッキー・タズナを引いた、あとは7番パンジャタワー、インコースに3番エイシン・ワンド、外から11番マイネルチケット、この一角に1番北の国からが構えて、外から12番シン・フォーエバー、前に馬がいない状況でややポジションを上げつつあります。6番はは集団の真っ只中ですあとは 9番バニーラビットインコースから2番のリアルショット、間に4番、ヤンキー・バローズ3コーナー回ります、その後に14番、カガバベルインコースから5番のエンドレス・サマー、その後13番、レモン・バーム、最後方を進んでいます、600m 通過34秒9のペースです、3、4コーナー中間、前3頭が競っています、内に8番、マリノ・トニトルス、外から並んでいこうと12番のシン・フォーエバー、間には10番、クラスベリア、第4コーナーを回って直線コースに向かいます。 内から2、3等分に8番マリノ・トリトルス、その2等分数に12番、シン・フォイエバー、その後ろ、クラスペリアは遅れを取って、2番、3番手の間を5馬に開きました、このうちにマイネルチケットです、先頭は12番のシン・フォイエバー、マリノ・トリトルスの追い比べ、徐々に後続急接近、7番のパンジャタワー、間をついて11番のマイネルチケット、10番、クラスペリア、盛り返しを図る、後5と争いの後ろ、外に持ち出すヒシャマン。前は マイネルチケット、外から7番パンジャタワー、7番のパンジャタワー、11番、マイネルチケット、2頭のイクラミに加わった、3番では4番、ヤンキーバローズ、前は7番のパンジャタワー、パンジャタワーか、ゴールン、際どい勝負、11番、マイネルチケットと2頭の接戦、わずかに7番、パンジャタワー、わずかに制したか。